大山捨松、大山捨松、大山捨松、安政七年二月二十四日、八百六十年三月十六日、大正八年、九百十九年二月十八日は、日本の家族、教育者、大山岩尾の妻、旧姓は、山川、陽米は先、後崎子、愛国婦人会理事、赤十字特使看護会理事、安政七年、 1860年、藍津若松の生まれ、父は、藍津藩の国家老、山川直江重方で、二男五条の末娘である。先が生まれたにに父はすでく、幼少の頃は、祖父の兵衛重秀が、後には、長兄の大倉、大倉、後の山川博士が、父親がわりとなった。地行宣告の家老の家で何、不自由なく、育った先の運命を変えたのは、 合津戦争だった。慶応四年、1868年8月、板垣大輔伊地地正春らが率いる、新政府軍が合津若松城に迫ると、数え八歳の先は、家族と共に牢城し、負傷兵の手当や焚き出しなどを手伝った。女たちは城内に着弾した焼き玉の不発弾に、一斉に駆け寄り、これに濡れた布団をかぶせて、炸裂を防ぐ。 焼き玉をさえ問う危険な作業をしていたが、先はこれも手伝って、大怪我をしている。すぐそばでは、大倉の妻が重傷を負って落命した。この時上にその大砲を、雨あられのように打ち込んでいた官軍の砲兵隊長が、薩摩藩出身の大山康介、後の大山岩尾だった。近代装備を取り入れた官軍の圧倒的な戦力の前に、合津藩は、戦むなしく降伏した。 合図二十三万国は海域となり、一年後に、改めて、仏都南三万国に封じられた。しかし、都南藩は、下北半島最北端の不毛の地で、三万国とは、名ばかり、実質国高は七千国足らずしかなかった。藩主たちの新天地での生活は過酷を極めた。上と、寒さで命を落とす者も,も出る中、山川家では、末娘の先を海を隔てた。 函館の沢部拓馬のもとに里子に出し、その紹介で、フランス人の家庭に引き取ってもらうことにした。明治4年、1871年、アメリカ視察旅行から帰国した北海道、開拓指示官の黒田清隆は、数人の若者をアメリカに留学生として送り、未開の地を開拓する方法や技術など、北海道開拓に有用な知識を学ばせることにした。 黒田は西部の荒野で男性と肩を並べて汗をかくアメリカ人女性に委託感銘を受けたようで留学生の募集は当初から男女若干なという例の異物となった。開拓史のこの計画はやがて政府主導による10年間の完備留学という大掛かりなものとなり、この年出発することになっていた岩倉施設団に随行して渡米することが決まった。 この留学生に選抜された若者の一人が、先の兄、山川健次郎である。健次郎をはじめとして、母親戦争で俗軍の名に甘んじた東北諸藩の上級士族の中には、この完璧留学を名誉挽回の後期と捉え、教養のある指定を積極的にこれに応募させたので、ある。その一方で、女子の応募者は皆無だった。女子に高等教育を受けさせることは元より、 そもそも10年間もの間浦和柿乙女を単身異国の地に送り出すなどということは、とても考えられない時代だったのである。しかし、先割り発で、フランス人家庭での生活を通じて、西洋式の生活習慣にもある程度慣れていた。また、いざという時はやはり留学生として渡米する、兄の健次郎を頼りにできるだろうという,うま味もあって、山川家では、 女子留学生の再募集があった際に、万十一歳になっていた先を思い切って応募させることにした。この時も応募者は定調で、先を含めて五人、全員が旧幕臣や俗軍の娘で、全員が合格となった。こうして、先は横浜港から戦場の人となる。この先十年という長い歳月を見ず知らずの異国で、過ごすことになる娘を母の縁が、 娘のことは一度捨てたと思って、帰国を待つ、待つのみという意から、捨て松と解明させたのはこの時である。また捨て松がアメリカに向けて船出した翌日、大山やすけ改め大山岩尾も横浜港を建って、ジュネーブへ留学している。五人の女子留学生のうち、すでに思春期を過ぎていた、年長の二人は、ほどなく、ホームシックにかかり、 病気などを理由にその年のうちには帰国してしまった。逆に年少の捨て松、長井重、津田梅の三人は異文化での暮らしにも無理なく順応していった。この三人は後々までも親友として、また名友として交流を続け、日本の女子教育の発展に寄与していくことになる。捨て松はコネチカット州ニューヘイブンの改修派の牧師レオナードベーコン宅に寄宿し、 そこで4年近くをベーコン家の娘同様に過ごして英語を習得した。この間ベーコン牧師よりキリスト教の洗礼を受ける。このベーコン家の14人兄弟の末娘がステマツの生涯の親友の一人となるアリス・ベーコンである。ステマツはその後地元ニューヘイブンのヒルハウス高校を経て長井茂と共にニューヨーク州ポーキプシーにあるジーン・ウェーブスターやエドナ・ミレイなど アメリカを代表する女性知識人を輩出したバッサー大学に進んだ。シゲが専門家である音楽学校を選んだのに対し、この頃までに英語をほぼ完璧に習得していた、ステマツは通常科大学に入学した。当時のバッサー大学は全寮制の女子大学であった。東洋人の留学生などはただでさえ珍しい時代。焼き玉押さえなど、武勇団にも事欠か,かない侍の娘。 ステマツはすぐに学内の人気者となった。しかしそれにも増して、ステマツの淡麗な美しさと知性は同学年の他の学生を魅了してやまなかったのである。大学2年生の時には学生会の学年会会長に選ばれ、また結出した頭脳を持った学生のみが入会を許されるシェイクスピア研究会やフィラレシーズ会にも入会している。ステマツの成績は 至って優秀だった。得意科目は生物学だったが、完璧留学生としての強い自覚を持っていたようで、日本が置かれた国際情勢や内政上の課題にも明るかった。学年3番目の通年成績で偉大な名誉の称号を得て卒業した、アメリカの大学を卒業した初の日本人女性。卒業式に際しては卒業生総代の一人に選ばれ、卒業論文、 英国の対日外交政策をもとにした講演を行ったが、その内容は地元新聞に掲載されるほどの出来だった。この時北海道開拓市はすでに廃止されることが決定しており、留学生には帰国命令が出ていたが、捨松は滞在延長を申請。これが許可されている。卒業後はさらに、コネチカット看護婦養成学校に1年近く通い、上級看護婦の免許を取得した。 捨松は、この前年に設立された、アメリカ赤十字社に強い関心を寄せていたのである。捨松が再び日本の地を踏んだのは、明治15年、1882年暮れ、出発から11年目のことだった。新知識を身につけて、故国に二式を飾り、今後は日本における、赤十字社の設立や、女子教育の発展に先進しようと、勢いようと帰国した捨松だったが、 彼女を待っていたのは失望以外の何者でもなかった。捨松がアメリカで過ごした11年間は、今で言えば小学校高校学年から大学卒業までの期間であり、個人の人格や言語が完成される時期である。帰国した捨松は、物の考え方から物腰まですべてがアメリカ式になっていた。在学中、捨松は親友の長井茂とは極力、 日本語を使うようにしており、母にも毎日のように拙ない日本語で手紙を書き綴っていたが、それでも帰国の頃には日本語が相当怪しくなっていた。日常会話は数ヶ月で何とかなるようになったものの、漢字の読み書きとなるともう手上げだった。そんな捨松の受け皿となるような職場はまだ日本にはなかったのである。頼みの北海道開拓士もすでになく、 仕事を圧戦してくれるようなものすらいない状態。孤立無縁の捨松を人は物珍しげに見るだけでアメリカ娘と陰口まで叩かれる始末だった。しかも娘は十代で嫁に出す時代、二十三歳になっていた捨松は当時の女性としてはすでに婚期を逃した年齢にあった。二歳年下の長いしげ、しげ子が早々にうりゅう外吉と結婚する中、 捨松は、英語学者の神田内部から、縁談の申し出を受けるが、にべもなく断ってしまう。この頃、アリスベーコンに書き送った手紙には、二十歳を過ぎたばかりなのにもう売れ残りですって。想像できる母はこれで、もう縁談も来ないでしょうなんて言っているのと口をこぼしてる。ちょうどその頃、五歳を探していたのが、三義陸軍教、白爵となっていた、大山岩尾だった。 大仙は、同郷の吉井ともの長女、沢子と結婚して三人の娘を設けていたが、沢子は三女を出産後に、三区で死去していた。大仙の将来に期待をかけていた吉井は、我が子同然に可愛がっていた婿のために、後沿いとなる女性を探し求め始める。そこで、白羽の矢が立ったのが捨松だった。当時の日本陸軍は、フランス式平成から、 ドイツ式平成への過渡期という難しい時期にあった。フランス語やドイツ語を流暢に話す大賛は列強の外交官や武官たちとの膝詰め談判に自ら当たること抜ける陸軍教としては当時最適の人材だったが、この時代の外交の大きな部分を占めていたのは婦人同伴の夜会や舞踏会だった。アメリカの名門大学を成績優秀で卒業し、やはり フランス語やドイツ語に堪能だった捨松は、その大山の夫人として、最適だった。吉井のお膳立てで大山が捨松に初めて会ったのは、長井茂子と、ウリュウ外吉の結婚披露宴でのことだった。そこで大仙は一目で恋に落ちる。自他共に認める西洋かぶれだった大仙は、パリのマドモアゼルをも彷彿とさせる、捨松の洗練された、美しさにすっかり心を奪われてしまった。 しかし、吉井ともみを通じて、大戦からの縁談の申し入れを受けた山川家は、旧敵、薩摩人との縁談などもってのほかと即座に断ってしまう。しかし退散も粘った。吉井から山川家に断られたことを知らされると、今度は、重廷の最後を継ぐ道を参戦家に使わして、説得に当たらせた。兄、広の参戦家は、俗軍の家臣ゆえという逃げ口上も、 大山も自分も、逆賊、西郷隆盛の身内というつぐみちには通じなかった。つぐみちが連日説得に当たるうちに、大山の誠意が山川家にも伝わり態度も難化し、最終的には広氏から、本人次第という回答を引き出した。これを受けた捨松は、大山閣下のお人柄を知らないうちはお返事も、できませんと、デートを提案し、大山もこれに応じた。捨松ははじめは、 濃い薩摩弁を使う大さんが何を言っているのかさっぱり、わからなかったが、英語で話し始めると、途端に会話が弾んだ。二人には、親子ほどの年の開きがあったが、デートを重ねるうちに捨松は、大仙の心の広さと、茶目っ気のある人柄に惹かれていった。交際を、初めてわずか三ヶ月で、捨松は、大仙との結婚を決意した。この頃アリスに書いた手紙には捨松は、 たとえどんなに家族から反対されても、私は彼と結婚するつもりですと記している。明治16年、1883年11月8日、大山岩尾と山川捨松との婚儀が、おごそかに行われた。その1ヶ月後、完成したばかりの六名館で、大仙夫妻は盛大な結婚披露宴を催した。1000人を超える招待者でごった返す披露宴。 普通の神父なら気が動転して会話もままならないような状況の中で、気さくな捨松には誰もが目を止め、話しかけ、また、捨松の話に耳を傾けた。近世以後ヨーロッパで確立された外交プロトコルでは、夜会や舞踏会が大きな役割を果たしていたが、その風潮は19世紀後半になってもあまり変わってはいなかった。列強の外交官は、人同班で、 食事や舞踏を楽しみ、時にはそうした席で重要な外交上の駆け引きも行う。幕末から明治初年にかけて欧米を視察した日本人にとってそれは一つの大きな衝撃だった。日本人の女性がまだ人前での立ち振る舞いに全く慣れていなかった時代、新政府の交換の多くが即戦力となる苦労との芸者や将棋を制裁として迎えた理由の質もここにある。 早期の条約改正を国税としていた。明治政府は、こうした、遠赤外交を行うことのできる、施設の必要性を痛感していた。当時は、別に正規の用途がある施設をその時同期の必要に、応じて借り上げる形で間合わせていたが、代替施設はやはり不便だった。そこで、外務協の井上薫が中心となって、こうした代替施設に代わる工場の管理者工場を、 新築することを決定した。それが六名館である。六名館では、現実のように夜会や舞踏会が開かれ、諸外国の外交官はもとより、明治政府の高官たちもそうした外交官たちとのパイプを構築するため、よなよな縁に加わった。そこには日本が文明国であることを示すという、涙ぐましい努力があったのだが、そうした六名館外交の評判は、 必ずしも良いものではなかった。外交官たちは、上辺では縁を楽しみながらも、文書や日記などには、日本人の滑稽な踊りの様子を詳細に記して、彼らを嘲笑していたのである。体格に合わない、縁尾服や窮屈な夜会服に、宿泊しながら、真剣な面持ちで、覚えたてのぎごちないダンスに臨む日本政府の高官や、その妻たちの姿が、 特筆せざるを得ないほどおかしいものだったも無理はなかった。その中で、一人水を得た魚のように生き生きとしていたのが捨松だった。ええ、普独語を駆使して、時には冗談を織り混ぜながら諸外国の外交官たちと談笑する。十二歳の時から身につけていた社交ダンスのステップは、銅に入ったものだった。当時の日本人女性には、珍しい調身と、 センスのいいドレスの着こなしも光っていた。そんな白尺夫人のことを人はやがて六名館の花と呼んで簡単するようになった。夜会や舞踏会だけではない。ある時有志協立東京病院を見学した捨松はそこに看護婦の姿がなく病人の世話をしているのは雑用係の男性が数名であることに衝撃を受ける。そこで院長の高木金弘に 自らの経験を語り、患者のためにも、そして女性のための職場を開拓するためにも、日本に看護婦養成学校が必要なことを解き、高木にその解説を提言した。高木も看護婦の必要性は早くから認めていたが、同潜在性なんで実施が難しい状況だった。それならば、と捨て松は明治17年。 1884年6月12日から3日間にわたって日本初のチャリティーバザー6名館自前会を開いた。捨松は品揃えから告知、そして販売に至るまで率先して並み入る政府高官の妻たちの人頭指揮を取った。3日間で予想を大幅に上回る収益を上げ、その全額、当時の金額で8000円を協立病院へ寄付して、 高木兼弘を感激させている。この資金をもとに、2年後には、日本初の看護婦学校、有志教立病院未不教育所が設立された。日清、日露の両戦争では、大山岩尾が、参謀総長や満州軍総司令官として、国運をかけた、大勝負の戦略上の責任者という重責を、担っていた。捨松はその妻として、 15で寄付金集めや婦人会活動に時間を割く、傍ら、看護婦の資格を活かして、日本赤十字社で、戦勝者の看護もこなし、政府交換婦人たちを動員して包帯作りを行うなどの道も行った。また積極的に、アメリカの新聞に投稿を行い、日本の置かれた立場や苦しい財政事情などを、訴えた。日本軍の総司令官の妻が、 バッサー大卒というもの珍しさも手伝って、アメリカ人は、ステマツの、こうした投稿を好意的に受け止め、これが、アメリカ世論を親日的に導くことにも役立った。アメリカで集まった、義援金は、アリスベーコンによって、直ちにステマツのもとに、送金さ、様々な事前活動に活用された。近代日本におけるチャリティー企画やボランティア活動の草分けは、 この大山捨松である。日本に帰ったら、教職について、日本の女子教育の先駆けとなる、というのが捨松の留学時代の夢だった。しかし、政府の養殖にある大山岩尾と結婚したことで、彼女自身が、教団に立つことはありえなくなった。それでも、捨松の女子教育にかける熱意は、冷めることなく、生涯にわたって、陰に日向に、これを支援している。 早くも、結婚の翌年の明治十七年、1884年には、伊藤博文の依頼により、下田歌子と共に家族女学校、後の学習院女子中、高等科の設立準備委員になり、津田梅子やアリスベーコンらを教師として招聘するなど、その整備に貢献している。しかしそうして出来上がった、家族女学校では古式ゆかしい受教的、 道徳観にのっとった教育が行われ、捨松は、またしても失望を味わう。その後、明治33年、1900年に、津田梅子が、女子英学塾、後の津田塾大学を設立することになると、捨松は、ウリュウシゲコともに、これを全面的に支援した。アリスも日本に再招聘して、今度は自分たちの手で、自分たちが理想とする学校を設立したのである。 教育方針に第三者の妖怪を許さないという立場から、津田が誰からの金銭的援助も、堅くなに拒んでいたこともあり、捨松もシゲコもアリスも、ボランティアとして奉仕した。それでも捨松は、英学塾の顧問となり、後には理事や同窓会長を務めるなど、積極的に塾の運営にも関与している。生涯独身で、パトロンもいなかった津田が、 民間の女子英学塾であれだけの成功を収めることができたのも、捨松らの多大な支援があったがことが大きな理由の一つだった。捨松は大仙との間に二男一女に恵まれた。これに、大仙の三人の連れ子を合わせた大家族となったが、自らが二男五女の家に生まれ、その後米婚家の14人兄弟にも生まれて成長した経験のある捨松にとて、 賑やかな家庭は幸せだった。40代半ばまで後継ぎに恵まれなかった岩に、二人の立派な男子をもたらしたことも誇りだった。岩は、日清戦争後に、元帥、公尺、日露戦争後には、元老、公尺となり、暗い人心を極めた。それでいて政治には興味を示さず、何度総理候補に犠牲られても断るほどで、そのため敵らしい敵もなく、 誰からも慕われた。晩年は、第一線を退いて、内大臣として宮中に回り、時間のある時は、東京の喧騒を離れて愛するナスで、家族団らんを楽しんだ。長男の高は、陸軍では、親の七光と言われると、あえて海軍を選んだ規模である青年だったが、明治四十一年、一九百八年、海軍兵学校卒業直後の遠洋航海で、乗り組んだ。 巡洋艦、松島が寄港していた台湾のマコウ軍港で原因不明の火薬庫爆発を起こし沈没、港は艦と運命を共にした。次男の柏は、この絵踏丸の妹、武子をめとり、大正五年、1916年には、着孫氏が誕生したが、その直後より、岩は体調を崩し療養生活に入る。 長年にわたる糖尿の気往症に医療が追い打ちをかけていた。内外人材人のまま同年12月10日に満75歳で死去した。岩の国葬後、捨松は、公の場にはほとんど姿を見せず、暴風の冥福を祈りつつ静かな余生を過ごしていたが、大正8年、1919年に津田梅子が病に倒れて、女子英学塾が混乱すると、 ステマツは自らが先頭に立ってその運営を取り仕切った。津田は病気療養のために退任することになり、捨松は右予曲折を経て津田の公認を指名したが、新宿長の就任を見届けた翌日倒れてしまう。当時世界各国で流行していたスペイン風邪だった。そのまま回復することなくほどなく死去。五十八歳だった。大山岩はとの間に、 娘が三人いた。長女の信子は、結核のために10歳で創生したが、彼女をモデルとして、徳富露花が書いた小説が、ああ、人間はなぜ死ぬのでしょう。生きたいわ。千年も万年も生きたいわ。の名台詞が、当時の流行語にまでなった、ベストセラー、不助記である。小説の中で、主人公のなみこは、結核のため、 夫との幸せな結婚生活を姑によって引き裂かれ、実家に戻されると、今度は白状なママ母に疎まれ、父が立ててくれた離れで寂しく儚い生涯を終える。ところがこの小説に描かれた、冷淡なママ母が捨て末の実像と信じた読者の中には彼女に嫌悪感を抱く者が多く、誹謗中傷の言葉を貫ねた匿名の投書を受け取ることすらあった。 捨松は晩年までそうした風評に悩んでいたという。実際は、小説とはやや異なり、信子の発病後に産業班を、一方的に信子に突きつけて実家に送り返したのは、夫の三島八太郎本人とその母で、そんな今回の白状な仕打ちに捨松は、思い悩むことしきりだった。これを見かねた津田梅子が、三島家に乗り込んで、姑に対し猛抗議をしている。 看護婦の資格を活かし親身になって、信子の看護をしたのも、他ならぬ、捨松自身だった。信子のために、邸内の日当たりの良い場所にわざわざ離れを立てさせたのも、信子が伝染病持ちであることに気兼ねせずに、自宅で落ち着いて、療養に専念できるようにとの思いやりからだった。岩が日清戦争の戦地から戻ると、信子の証拠を見計らって、親子三人水入らずで、 関西旅行までしている。捨松は、岩の連れ子たちからも、ママちゃんと呼ばれて慕われていた。家庭は円満で、実際には絵に描いたような良妻健忘だったという。しかし、ロカから、この件に関してこうに謝罪があったのは、不助期上司から十九年を経た大正八年、九百十九年、捨松が救世する直前のことだった。雑誌、婦人世界で、ロハナは、不助気の称。 姑と、帝母を、悪者にしなければ、人の涙を、そのることができぬから誇張して書いてあると認めた上で、捨松に対しては、お気の毒に耐えないと遅に死し,した詫びを入れている。大山岩を、捨松夫妻は、おしどり夫婦として、有名だった。ある時、新聞記者から、閣下はやはり、奥様のことを一番お好きでいらっしゃるのでしょうねと、下世話な質問を受けた捨松は、 違いますよ。一番お好きなのは、児玉さん、イコール小玉玄太郎。二番目が私で、三番目が、ビーフステーキ。ステーキには勝てますけど、児玉さんには勝てませんの、と言いつつ、まんざらでもないところを見せている。いえいえそんなことなどと言葉を濁さず、基地に飛んだ会話で逆に質問者の愚問を、際立たせてしまうはずつも、当時の日本人にはなかなか真似のできないものだった。 いわ実際に、ビーフステーキが大好物で、フランスの赤ワインを愛した。退職感で、栄養価の高い食物を好んだため、いとこの西郷隆盛を彷彿とさせるような大柄な、体格になり、体重が百キログラムに迫ることもあったという。捨松は、アリスへの手紙の中で、彼はますます声太り、私は、ますます痩せ細っているのと愚痴をこぼしている。いわ 欧州の生活文化をこよなく愛し、食事から衣服まで徹底した西洋かぶれだった。日清戦争後に新築した自定は、ドイツの古城を模したもので近所を驚かせたが、その出来はというとお世辞にも、趣味の良いものとは言えず、訪れたアリスベエーコンにも酷評されるありさまだったが、唐の岩は人から何と言われてもこの邸宅にご満悦だった。しかし捨松は自分の経験から、 子供の将来を心配し、あまりにも、洋式生活に慣れてしまうと、日本の風俗になじめないのではと、子供部屋だけは和室に変更させている。一般の日本人から見れば浮いてしまう、西洋かぶれの岩と、アメリカ娘の捨て松であったが、しかしそれゆえにこの夫婦は、深い理解によった、固い絆で結ばれていた。夫妻の遺骨は、二人が晩年に愛した栃木県。 ナスノの,ののどかな田園の墓地に埋葬されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。